はい、皆さんこんにちは。今日はですね、ある企画をしていきたいと思います。その企画とは全然こちらですね。こちら1000円以内で、食材を買ってきて、僕家族が5名ですね。小学生のお姉ちゃん2人と、あと2歳の男の子と、あと奥さん嫁さんとで5人いるんですけど、その5人前のご飯をこちらね、先ほど見せた1000円以内で作っていきたいと思います。では早速買い出しに行ってきます。はい、今ですね、食材の方を買ってきました。まずではね、食材まずね、レシートの方から見せていきますね。こちらですね、ナス、白ネギ、キュウリ、大根、もやし、合いびきミンチ、絹豆腐、うどん、合計金額は910円です。ではまあね、こちらですね、今買ってきた食材はこんな感じですね。大根はね、なんと72円のさらに 10% オフということで、こちら買ってきました。で、あとナス、キュウリ、うどんとね、あります。あとですね、ごめんなさい、1個だけ追加したいものがありましてですね、どうしても欲しかったんですけど予算オーバーになりそうだったんで、こちらズズン、こちらツナ1缶分だけ付け加えさせてください。だいたい多分今3缶で200円ぐらいで売ってるんで、1缶あたりまあ70円ぐらいということで、こちらの方だけ勘弁してください。はい、ということでね、こちらの方で、今日の我が家の晩ご飯を作っていきます。では早速調理。はい、ではね、やってきます。まずはね、今日1品目は大根とツナの煮物を作ってきます。で、今皮を剥いております。で、はい、皮が剥き終わったら、乱切りですね。大根を適当の大きさに乱切りしてきます。はい、乱切りしました。はい、乱切りしたらね、下茹でしてきます。で、こちら皮ですけど、皮はね、水でね、洗って、流水で洗って細く切っときます。で、タッパーか何かに入れて、浅漬けの素ですね、浅漬けの素と、味ポンですね、味ポンだいたい同量です、浅漬けの素とね、入れて、あとお好みで七味唐辛子を入れて、こちら漬物ですね、即席の漬物です。で、こちらもう冷蔵庫に入れときます。で、続いてはナスですね。ナスのハサミ揚げを作っていきますけど、まずナスの、お尻の方というんですかね、に切り込みを、だいたい3分の2ぐらい切り込みを入れて、で、今ね、切り込みを入れたところにひき肉ですね、ひき肉をね、そのままで大丈夫です。下味も何もしなくて、そのまま、切り込みの方に詰めてきます。あんま広げるとナスが完全に割れちゃいますので、気をつけてくださいね。はい、こんな感じです。で、あとね、今日3本分、3本分っていうんですかね、半分の3個分っていうんですかね、やっていきます。で、そうこうしてるうちに、こちら大根の方がね、今下茹でがだいぶ茹だってきましたね。はい、で、今下茹で流水でお湯を流して、で、煮てきます。で、こちら水ですね、水を入れまして、で、そこにですね、ツナですね、ツナのを入れてきます。こちら軽くね、ツナの油切ってあります。で、軽く切ったツナを入れまして、で、そこへこちら本だしですね、本だし入れてきます。本だしを入れまして、続いてはみりんですね、みりんの方入れてきます。みりん入れて、で、砂糖ですね、砂糖の方、こちら小さじですかね、小さじで、まあ、適量入れて、あと醤油ですね、醤油を入れてと。で、あとは、蓋をしてちょっと煮てきます。で、その間にこちらですね、フライパンにまず油を引きます。で、何を作ると言いますと、これ鷹の爪ですね、鷹の爪ちょっと入れましてと、続いてはね、ジャージャー麺のですね、ジャージャー麺の味噌、肉味噌というんですかね、肉味噌をちょっと今作ってるところですね。まずひき肉炒めます。
でそこへ刻んだネギをちょっと入れますね。刻んだネギを入れまして、でお酒ですね。味付けでお酒を入れてきます。お酒入れて、その続いてはみりんですね。みりんの方を入れてきます。みりんの方入れましてと、であとですね、お砂糖ですね。こちらお砂糖結構多めで大丈夫と思います。あとで味噌入りますのでね。お砂糖を入れまして、でちょっと混ぜまして、であとニンニクと生姜ですね。チューブのもので結構です。ニンニクと生姜入れてきます。であとは赤味噌ですね。赤味噌の方で作ってきますね。本日はね、赤味噌の方を2杯ぐらいですかね、ガサッと入れて、であとね、味噌が溶けて煮詰まれば味を見て、こちらで肉味噌の完成です。はい、続いてはきゅうりですね。きゅうりは、こちら、あ、ジャージャー麺のですね、ジャージャー麺のトッピングにしていくね、きゅうりを切っていきます。こちらですね、細切りでジャーっと切っときまして、はい、こちらでもうね、今ね、こちら完成ですので、こちらでね置いておきます。で、そうこうしてるうちにこちらですね、大根の煮物がいい感じに煮えてきましたので、こちらで完成ですね。はい、完成です。大根とツナの煮物になります。で、はい、こちらね、お湯を沸かして、もやしですね、もやしの方をボイルしてきます。もやしの方はね、本日は簡単なナムルを作ってきますので、はい、茹で上がったら水気を切りましてと、はい、こちら塩コショウですね、ガーリック入りの、塩コショウを入れまして、あとは、味付けはあとごま油、塩コショウとごま油だけですね、味付けは。でごま油をちょっと適量入れまして、はい、あと混ぜておきます。こちらでね、もやしのナムルというんですかね、の即席の方が完成しましたので、こちらも冷蔵庫入れておきます。はい、で続いて先ほど仕込んでおいたナスですね。ナスをちょっと4等分ですね、ひき肉詰めたナスを4等分にして、こちら天ぷら粉です。天ぷら粉で、あとはこちらを、はさみ揚げですけど天ぷらにしていきます。はい、こちらですね、天ぷらですね、油の方に入れていきます。はい、今ねこちら入りましたね。で、ちょっと固まったら、下の方が上がってきたら、はい、ひっくり返して、何回かひっくり返して、だいたい時間で 4,5 分ってとこですかね、揚げましたら、はい、こちらでも今ね上がりましたね。はい、では全部揚げて、はい、こちらでナスのはさみ揚げの完成です。で続いてこちらですね、豆腐、こちら作るのは豆腐とナスの、甘酢あん炒めというのを作っていきますね。はい、ナスはね、先ほど、上の方ですね、はさみ揚げの使ってない方を、使いまして、こちら今素揚げしております。素揚げして、さっと素揚げしたら、はい、揚げておきます。で続いてですね、ナス、はい、ナス揚がりましたね。で続いてはですね、豆腐ですね。こちら片栗粉ですね。豆腐の方は片栗粉をつけて、でしっかりつけまして、ちょっとで片栗粉を払って、はい、優しくですね、優しくフライヤーの方に、油の方に入れていきます。はい、今ね全部入りましたね。で、はい、揚がりましたね。周りがカリッとしてくれば揚がっておりますので、で、はい、全部揚げまして、こちらで今ね、ナスとね、お豆腐の方が揚がりました。ではね、そのあんを作ってきますね。甘酢あんですね。こちら水です。水を入れまして、砂糖ですね。続いて砂糖を入れていきます。砂糖を適量入れまして、で酢ですね、お酢ですね。酢をこちらは、入れまして、こちら100ぐらい入れたんかな、100ぐらい入れまして、であと醤油ですね。醤油は酢の3分の1程度ですね、入れまして、あとこちらですね、ソースですね、香味ソースの方も、香味ソースの方は醤油と同量ぐらい入れます。で入れまして、はい、入りました。ではこちらちょっとね、煮詰めてブクブクしてきた、はい、味を見ました。はい、 OK サイン出ました。ではそこへ最後ね、こちらとろみをつけていきますね。水溶き片栗粉でとろみをつけていきます。はい、
とろみがついたかな。はい、今とろみがついたらね、先ほど揚げておいたナスと豆腐の方を入れて絡めていきます。で最後にね、ちょっとネギ入れて、風味でネギをね入れて、はい、もう一かき混ぜて、はい、こちらでですね、ナスと豆腐の甘酢あん炒めの完成です。はい、ではね、こちらね、うどんですね、うどんの方、今日はね白玉うどんです。あ、ちょっと予算の関係でね、白玉うどんしか買えなかったんですけど、茹でまして、はい、こちらがもうね水で締めたものになります。よく水気を切って、であとこちらにですね、下味というかね、塩コショウと、ごま油ですかね、続いてごま油、塩コショウとごま油で、うどんの麺の方にちょっと下味をつけてきます。はい、下味がつきましたからね。はい、では盛り付けです。はい、お待たせしました。本日の我が家の晩御飯の完成です。本日はですね、あの1000円で食材を買ってきて、何品できる、まあ、我が家の晩御飯を作ろうという企画でしたが、このような感じになりました。ではね、一品ずつ紹介していきます。はい、まずこちらがですね、ジャージャーうどんっていうんですかね、こちらですね。こちらのラーメンとかでもいいんですけど、ちょっと今日はラーメンの麺をちょっと1000円以内という企画でしたので、ちょっと控えるためにうどんでやりました。白玉うどんですね。で、あとこちらが、ナスのはさみ揚げですかね。で、右手の方はですね、お好みソースをちょっとマヨネーズをかけてね、あとまあお好みで上にカツオとかかけてもらってもいいんですけど、美味しくできました。で、隣移りまして、こちらが、ナスと豆腐の甘酢あん炒めですね。こちらもさっぱりして美味しいと思います。はい、で隣移りまして、こちらがツナと大根の煮物ですね。こちらちょっと和風な感じでね、ツナのね風味が、出汁が出ますんでね、美味しいです。で、あとこちらが、大根の皮ですね、大根の皮で作ったお漬物、即席のお漬物ですけどね、こちらも簡単です。簡単で、保存も効きますのでね、よかったら作ってみてください。で、あと最後にこちらが、もやしのナムル、まあごま油と塩コショウですけど、で、焼いたものと、あとこちらキュウリですね。キュウリの方はね、キムチ鍋の素でね、上にかけてある時です。ということで、何品1000円で1、2、3、4、5、6、まあ7品ですかね、7品できました。こちらね、今写真には、カメラの方に映ってないんですけどね、もう子供のはもうね、うどんも全部準備してあります。はい、ではお腹も空いたので早速いただきます。